モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト播州のフルーツセット1万円相当プレゼント。やった。静岡のマスクメロン、はい、美味しいよな。それからね、富有柿、はい、3L サイズ6つです。うわ。で特選の小粒みかん6キロ、はい、これをセットにしてプレゼント1万円相当です。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こういうメッセージからいきましょうか。女性の方からいただきました。30代ですね。中地岡本さん、おはようございます。おはようございます。初めてメッセージいたします。ありがとうございます。我が家のママの真似が大好きな2歳の長女のお話。我が家この夏、中地のすっぽんコールの後、めでたく次女が生まれて、長女は1歳10ヶ月でお姉ちゃんになりました。うん、初めての2人の子供の育児、出産前はどんな生活になるんだろう、長女は赤ちゃん帰りするんだろうか、2人同時に泣いたらどうしようと不安を抱えて過ごしていました。予想通り、次女を連れて退院した日は大泣きの長女。うん、我慢してたんだろうね。その後も私が次女を抱っこしたら、うわーんと号泣で、夫に助けを求める大泣きの日々を送ってました。そんなある日、次女のいる生活にも少しずつ慣れてきた長女、何やら私の授乳枕とメロンパンナちゃんのぬいぐるみをベビーベッドの陰に持って行ってコソ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 やってるんです。はい、何しようとうと様子を伺ってみると、長女の小さな話し声、メロンちゃんお腹空いたの、ちょっと待ってね、おっぱいあげようね、うわーかわいいと話をしながら、大きな授乳枕をよいしょよいしょと自分のお腹にセット服をぐいぐいまくり上げて、メロンパンナちゃんの口を自分のへそにぐいぐいセットメロンパンナちゃんに授乳してる、いや授乳するのへそから、授乳するママの真似するのは可愛いんだけど、へそからいや待てよ、2人目でおっぱいも垂れてるから長女は私がへそから授乳してると思ってるの違うよ、ママはおっぱいからあげてるんだよと、なぜか無性にいろいろ突っ込みたい私長女は無事メロンパンナちゃんに授乳した後、全部飲んだ、トントンしようね、トン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 、ゲップとゲップまでさせておりました。すごい完コピー、うん、でもおへそから授乳するのって思ってるのもちゃんと教えた方がいいよね。授乳はおっぱいからするんだよ、それにママのおっぱいもっと高いところにあるから。いろいろと迷いに迷ったんですが、可愛い長女の授乳姿をそのまま見守ることにしました。2歳になった長女、その後次女との生活にもすっかり慣れて、お姉ちゃんというよりは小さな小さなママになりました。うん、妹が泣くと大丈夫よぎゅーっと抱きしめたり、わーよだれよだれ出てるよとよだれを拭いてくれたり、うん、寝かしつけのために部屋をうりょっちょろ歩き回る私の足元で、一緒一緒と言いながらぬいぐるみを抱っこしながら一緒に歩き回ってくれたり、ママを完コピしながら子育てに付き合ってくれる2歳の長女、でもなぜか授乳ごっこは今でもへそから。そんな長女の可愛いおへそ授乳をこっそり見守るのが私の子育ての楽しいひとときです。素晴らしいですね。こんなことがねやっぱあるんだよね。もちろんね、もう大変なこととかね、もうこうやって穏やかにできないことなんていうのももうたくさんあるんでしょうけれども、まあそんな中でね、こういう
ちょっと穏やかになれるっていうね、そんなことがあったりするんでしょう、うん、素敵なかけがえのないメッセージありがとうございます。ありがとうございます。どうしたんですか。ちょっともうなんかねなんかおじちゃんがおばちゃんになってもうダメですねダメですねっていうかいやいや、いや男ですよ ねさあそれからね、こちら行きましょう、男性の方直行さんですね。中地岡本さんおはようございます。おはようございます。昨日近所にあるモールにお昼ご飯食べに行きました。食べ終わった後妻とコーヒーでもしようかということになってドーナツ屋さんに行ったんです。日曜日とあって混んでましたが、うん、並んで順番待ってました。私たちの前に60歳前後のスーツ着た男性、トレーに山盛りの20個ぐらいのドーナツを乗せてレジの順番待ちをしていたんです。私たちもドーナツ2つと飲み物を頼んで待ってました。そしてその男性の順番が回ってきて、トレーに乗った山盛りの20個ぐらいのドーナツの計算が終わって、ありがとうございます、ドーナツ合計で2430円ですで、男性がお金を出そうとした時、店員さんがこちらでお召し上がりですかもうねこう、いや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 食べれんやろマニュアル通りだとは思うんですが、あ、男性客はあよかったら持ち帰りでお願いします大人よかったらっていやだからさりげなくね教えてあげてるってことですよね。そうですよね、うん、何にもなく持ち帰りですって言ったら気づかないかもしれない、ええええ、あよかったら持ち帰りでお願いしますってマニュアル通りだとは思うんですが、いくらなんでもそんなにおっさんに食べさせたらあかんと思いながら面白かったのでメッセージしました。でもあれなんだよね、やっぱこうね考えずにやっちゃうっていうことなんだろうなというふうにね、まあ忙しかったらね、はい、ついついそうなってしまうっていうこともあったりするんでしょうけど、あの言い慣れてるとすっと出てくるのかもしれないですね。ああなるほどね、お持ち帰りですか、こちらでお召し上がりですか、こういうあのドーナツ屋さんとかでバイトしたこととかある？ありますあります。あーそう、似合う似合いますかあやっぱ練習しないといけないんですよ、マニュアルで、うん、休憩中とかに。似合いそうないじゃない。いやいや意外と似合うかもしれませんよ、インカムでドライブスルーとかもね。いやいや、すんごい喋るドライブスルーで。そうですか、すんごい喋ってドライブスルーってなんだよあのな、普段俺全然喋ってないんだそれがまたイメージダウンなんだよねお金が絡まないと喋らないみたいな普段はブスッとしてなんで大きくうなずいてんだよ新田次郎、ね、太郎ですと古田次郎もう一ついけますか、もう一つ いけますかね、これもねなんかいいんだよね、みゆきさん、中地岡本さんおはようございます。おはようございます。日本の皆さんお疲れ様です本当最近疲れる、そんなメッセージ多いですね。帰りはもう真っ暗だし、あ仕事帰りがねもう真っ暗だし、急に寒くなったし、もう何食べる、何もしたくない、自分たちで勝手に食べてこいとブツブツ言いながら手を動かしてたら2品ぐらいは大体できる2品ぐらいできる。そうこうしていると息子が帰ってきて、次は時間差で夫が帰ってきて、あー片付かん、そしたら息子が大谷すごいね、やることが違うと小学校の全国の小学校にグローブを3つ送る話をしだして、うん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 、それも左利き思うよと興奮して話してて、夫もスケールが違うな、お前もなんか貢献せえ、じゃあ俺の球2つそんなアホなやり取りの中、私が大谷さん誰と結婚するやろ、いいね、私みたいな子持ちダメやろか、そしたら翔平が2人になる、ややこしいね、息子の名前も翔平なんです、小の字が違うけど、ちなみに絹笠幸男の幸っていう字です。フルーって鉄人なんとも言えない
家族の一コマを切り取った ね、 いいですね、大谷すげーって、お前もなんか貢献せえ、じゃあ俺の玉を2つって大谷さん誰がお嫁さんになるやろって言ってそれで子持ちとかダメやろかって、私みたいなっていうこのお母さんもいいですね、かなりのものですよ、50代後半ですそしたら翔平が2人になるね、ややこしい、翔平でも翔の字が違うんです、ちなみに衣笠幸男の幸です、フローっていういい作品です。おもろい家族パート2はお昼12時からです。あごだしのくばらでおなじみ、くばら醤油の新しい商品、あごだしごま鍋、もうご賞味いただきました、食べていただきました、冬の季節にぴったりなあごだし鍋シリーズの新しい商品です。あごだしごま鍋はだしと醤油が効いた豊かなごまの風味が